オーストラリアで四輪駆動車のタイヤの内側にコアラがしがみついているのが見つかり、動物愛護団体が保護し、無事野生に戻されました。オーストラリア南部のアデレードで大型の四輪駆動車を運転していた男性が動物の鳴き声に気づき、車を止めて確認したところ、怯えた様子でタイヤの内側の部品にしがみついているコアラが見つかりました。コアラはメスで停車中に入り込み、 ドライバーが気づくまでおよそ16キロ、部品にしがみついたまま移動したとみられています。コアラを保護した動物愛護団体の女性は、こんな状態で、コアラが見つかったことはなく、とても驚いていますと話していました。コアラは救助された際、油まみれで油を落とした後、15日には無事野生に戻され、元気にユーカリの木に駆け登っていました。